どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはセーターです。古着の中古の着る前洗いというようなことで、シミ、汚れ、匂いをゼロにするというような内容でね、お預かりしておるんですが、ぜひね、動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、ブログの方も見ていただきたい。というのは、サイズの変化というものを記載しておきます。洗った時にですね、サイズが変わってしまってるんですよ。でそのサイズ変わってしまったのを元に戻すというような作業、そのシミ汚れを取るために一時的に望ましくない変化が生じたとしても元に戻すよというような内容も含まれております。S サイズと書いてありますね。このブランドはですね、非常に人気があって、メンズもレディースもどっちも着れてですね、もっと言えば前も後ろもないんですよ。両方着られるんですね。でウール 100% で、珍しく手洗いも OK というようなことで、クルーネック、タートルネック、ジップアップ、あとはなんかこうボタンのカーディガンみたいなのもあったのかな、まあ、ピーコートみたいなのもあったのかな、あとは5ゲージと7ゲージみたいなので、あとはカラー展開ですね。でだいぶ前から同じデザインで売っているので、あまりその中古で買っても古さがないんですね。ずっと同じものを売り続けていて、ずっと人気があるお洋服だと思います。定価で買うとですね、5万円まではしないけど4万円では買えないような、そんな値段がしますのでね。しかもすごくたくさん中古で出てます。コンディションは様々ですが、中古でもね、2万円3万円するようなセーターでございましてね、人気があるものでございますので、古着でお安く買ったから足見汚れ匂いをゼロにしていきたいんだというふうな方多いと思いますのでね、ぜひ参考になさってみてください。いろんなところにいろんなシミがついてます。まず肘のところに黒いね、なんかちょっと肘をついた時についてしまったかのような黒い色の段差があって、あとはねサムホールがついて、珍しいんですけども、アウトドアブランドのフリースみたいな感じでサムホールがついていて、指抜きがついてるニットなんですが、こちらラインが入ってますね。首の汚れの首輪的なもので言えば、これは腕輪ですね、汚れの腕輪がついちゃっております。あとはね、脇の下も黒ずんでるんですよね。脇の下にも黒ずみ汚れがついていますし、あとは襟も発色性がすごく悪くなっていて、襟もねかなり汚れてるなという風な気がします。黄ばみ、黒ずみがついてるなと。ウール 100% のこの厚手のものはですね、お色が白というようなことで言ってもですね、普通の他のシャツとか、そういったものよりも汚れは目立ちにくいし、匂いも感じにくいと思います。だからあんまり洗わずにずっと長いことを着続けることによってですね、いろんなシミ汚れ、いつ何がついたのかもう分かんないよなんていう風な感じになるし、洗えるなんていう風なことを書いてあったとしてもですね、やっぱり洗わずにずっと着続けてしまうんじゃないかなという風に思います。肩幅がですね、お預かりの状態で、39センチ、クルーネックなんですが、意外とね首元を大きく開いてますね。脇身幅、こちらがですね48センチでございます。数値テロップ入れませんので、ぜひね動画と終わってからでも結構ですのでね、ブログ見てください。裾はですね 39.5 センチです。ここら辺の数値は全部ブログの方に書かせていただきますので、そちらを参考にしてください。着丈はですね、いくらだ、65です。65センチ。そしてどこかる、袖はですね、肩の縫い目のところから肩山のところで、端っこまで、こちらが65センチになってます。サムホールがついてるから長めになってますよね。手の甲の部分まで指抜きがついているので長めになっております。あとは雪丈が81センチになってます。S サイズということで言えば大きめかなというふうに思いますね。 M サイズぐらいあるんじゃないですかね。だからね、すごく小さいサイズから、女の人も着られるような XXS サイズぐらいからですね、
結構大きいサイズまでサイズ展開があるようなニットでございます。男性の方も S サイズ普通に着られるサイズ感なんじゃないかなと思いますし、女性の方もね結構大きめに着たいんだというふうなことであれば S で全然ゆったりと大きめに着られるんじゃないかなと思うので、まあゴールデンサイズは S なのかなというふうに思っております。非常に高品質なセーターで、ちょっと重さはあるんですがあったかくてですね、頑丈で水洗いもできて、何年か古いお洋服だと思うんですよ。洗濯絵表示のタグがね今の絵表示じゃないから、もう少なくとも2016年よりも古いセーターだと思うんですね。だから結構年数古いんですが、まあ全然生地の状態的には大丈夫だから、このシミ汚れをですね綺麗に取って、快適に着られるようにしてみたいと思います。はい、仕上がりがですね、こちらです。もうねパッと見ワントーン明るくなったのが分かりますでしょうか。本当に全体が汚れてましたね、汚れてました。今回はですねドライクリーニングをしていないんですよ。ドライクリーニングをしていなくて、わざと意識して水洗いをしております。しかも優しくデリケートな水洗いではなく、かなり洗浄力を重視した水洗いをしております。圧倒的にウール素材の特性上水洗いの方が負担が大きいです。大きいなので水洗いをしたことによってですね、型崩れしております。まあシルエット的にはそんなに変わりないように見受けられるんですが、かなりやっぱり違ってますね。とりあえずまずシミを取ると、シミ汚れを全部取るんだと、もう触り心地手触りが非常に悪くて全体的に汚れがついているなというふうに感じたので、着用に伴う自然な変化って襟袖脇だけじゃなくてね全体の汚れを取るというようなことで、ね、まず肘をついた時についていた丸い黒ずみ汚れがすっきりと綺麗になっておりますね。あとはね動画じゃね伝わらないんですが、手触り肌触り触った感じがねもうまるで違います。本当に綺麗になったな、綺麗な繊維素材だなというような肌触り手触りになっているので、お客様は見て、綺麗になったな、ワントーン明るくなったなっていう風なだけじゃなくて、触ってもねその違いが当然わかると思いますし、もちろんね着た時には気持ちいいなと思っていただけるんじゃないかなという風に思うんですよ。もう古着らしさが全くない状態にしてお渡ししたいなというふうに思って作業したので、目で見てわかる汚れ、シミに関してはこの一番目立っていた袖のサムホールのところにあった汚れの腕輪なんかもねすっきりきれいになっております。大丈夫です。いいですね、本当にねいいセーターなんですよ。あと袖ね、袖じゃない襟ね、襟のくすみ黄ばみ黒ずみ綺麗です。大丈夫です。ただねやっぱりクルーネックなのになんとなく首周りがぐーっと伸びちゃってボートネックみたいな感じになってしまったので、多分測るとね肩幅がお預かりの時よりもかなり大きくなってると思います。セーターをニットを水洗いをしてしまって、うわそれ縮むでしょっていう風に思う方が大勢いらっしゃいますが、そんなことはそんなこともなくてですね、もちろん縮むのは縮むんですが、あこれは伸びるなと私は思いました。だから伸びても元に戻すという風なことを前提にやったんですけど、びっくりなことにですね、肩幅がもう49あります。つまりお預かりの時39なのに10センチ大きくなってます。10センチは事故ですね。10センチは相当でかいです。脇は55です。55ということはお預かりの時が48だったので7センチ大きくなってます。これもですねもうサイズ感的には S サイズじゃなくて L サイズじゃないかというような感じになってますし、完全にボックスシルエットになっちゃって、この裾もですね54センチあります。これに関してはもう 39.5 だったからほぼほぼ 13.5 センチもでかくなってるわけですよ。もうね相当大きくなっちゃって、こんなに大きくなりますかというぐらい、大きく伸びてしまってるわけなんですね。着丈はですね
こちらは67、着丈は2センチしか大きくなってないので、まあ、長さ丈方向じゃなくてやっぱ幅方向に大きくなってしまってるわけなんですよ。袖丈肩から測るとこちらはですね65だったのが 65.5 だからほとんど変わりなし。こっちは変わりないのは肩幅がねもう10センチも大きくなってるから。しかもね形変でしょ。形これね言い忘れましたけど、これ全然その整えてない状態、乾いたまんまの状態、洗って乾いた状態で測ってます。雪丈はこちらは85あります。だからこちら雪丈で4センチプラスになってますね。だからお客様からお預かりした状態からはもう一回り二回り大きくなっていて、形もちょっとまずいので、これじゃまずいのでね、こう首なんかこんなボートネックみたいになっちゃってまずいので、これをですね整えると感じになるんですが、この整えるっていう作業はですねどのクリーニング店さんでもやってるんですが、あまりそのフォーカスされてないんですね。美容室行ってカットだけしましたじゃなくて、もう完全にこのセット、ヘアセットですね、ヘアセットをするしないかでものすごい髪型変わるじゃないですか。それと同じような認識でクリーニングに出したら、本当にその形シルエット風合いを整えるという作業ですね、ぜひ今回シミ汚れだけじゃなくて着る前洗いとして綺麗にしたことが原因で望ましくない変化として伸びちゃったのをですね元に戻すというようなものもぜひこう見ていただければなというふうに思います。伸びたものはね縮ませることができると私は思って作業しましたので、かなり洗浄力を重視した作業をしたんですが、もうねこの状態でもう首元のボートネック感がクルーネックに戻っているのが分かっていただけるんじゃないかなというふうに思うんですよ。でもやっぱり数値でねちゃんとこうしっかりと把握するというふうなことが大事でございますので、今回ちゃんとこう数値化してお見せできるので、ぜひね何回も同じこと言ってますけど、ブログの方で数値を確認してみてください。首元いい感じにクルーネックに戻りました。ボートネックからクルーネックに戻りました。そして、肩幅はもともと39センチ、縫い目から縫い目までの直線距離で39センチだったものはですね、10センチも大きくなってしまってたわけですよ。49センチにもなっていたので、それがどう元に戻ったのかっていうのをですねやっぱりもう一回測ってお見せしたいと思います。まずね着丈、あんまり変化しなかった着丈なんですけど、着丈はですね66センチと、お預かりの状態が65、そして仕上げる前整える前が67、それが66と1センチマイナスで、お預かりの時からプラス1センチになってます。そして袖丈はそんなにね、ビフォーアフターの差がなかったんですけど、お預かりの時が65、洗いざらしの時が 65.5、 そして今は66なので、こちらもお預かりの時からプラス1センチでございます。それからですね雪丈はお預かりの時がですね81、そして、洗いざらしの時が85でプラス4センチだったのが82センチと、こちらもお預かりの時からプラス1センチとほぼほぼ同じサイズ感になっています。そして一番差が大きくなってしまっていたのがですね、肩幅なんですけども、こちらはですね、40センチになりました。つまり9センチ、短くなってるとか小さくなってるわけですね。39が49になって、49を40に戻して、結果的にはプラス1センチだからほとんど変わりないですね。そして身幅に関しては48センチあったのが55センチ、洗いざらしの状態では55センチだったのがこちら51センチと、こちらはプラス3センチなんですが、でもねシルエット的にはいい感じの身幅感なんじゃないかなと。アンデルセンのクルーネックの S サイズ、5ゲージの S サイズという風なところで言うとちょうどいい感じなんじゃないかなと思います。ただね裾はダメだ。ここはね、もっと小さくしないとダメですわ。
まだ50センチあります。 39.5 が洗いざらしで54、そして一旦整えたつもりがまだ50センチ、4センチしか短くなってない、小さくなってないのでね、もう一回やり直しました。もうねキュッとこうカーブができているのがもう画像でも分かっていただけると思います。若干その裾のリブのところ、網目の違うところにたるみができていてですね、サイズ的には40センチになりました。 39.5 が54になって、54が50になって、50が40になりました。もうねこれだけ自在に変わるんですよ。ウールはやっぱり伸びるんですよ、縮むんですよ。で今回のこのウールで言えばですね、やっぱり縮む心配はほとんど私してなくて、経験上これは伸びると、大きくなるというふうに思ったので、お客様にその旨ご説明をさせていただいて、着た時のサイズ感どうですかというふうなお話もしてですね、若干身幅がきついかなみたいなことを言ってたので、じゃあ身幅意識してちょっと伸ばしましょうかみたいな話をして、そんなことできるんですかみたいなところで言うとですね、シミ汚れ匂いを取るだけじゃなくて、この整えるというような感じでもうすごくいい感じに仕上がってると思います。完璧ですね。古着の着る前洗いのご相談ご要望がものすごく多いので、こうやって長くずっと着られるもの、毎年同じデザインでリリースしているものに関しては、特に古着でお求めになって着る前洗いというのはめちゃくちゃいいと思います。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。ぜひブログも見てください。ありがとうございます。